侍ジャパン金メダリスト大野雄大投手、初の個人タイトル2冠達成柳裕也投手、中継ぎとしてフル回転祖父江大輔投手。今シーズンドラゴンズを支えた投手3本柱が新規キャンプより一足早くキャンプイン。まずはキャンプの基本中の基本、火起こしから。火起こしできますか？うん、簡単ですよ、こんなもん。火起こしの柳って言われてきたんで。どこで言われてたんだ？任しがさい。祖父さんは火起こしの祖父江って言われてきたんだ。あそこ両方火起こしの異名ついてんだね。お願いします。これはやり方も何も聞いてないですけどね。ちょっと絶対こうっすよね。これ何ですか？危ない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 。ちょっと待って。おお。キャンプ初心者の3人、苦戦する中最初に火を起こしたのはこの男でした。時間忘れるよね。与田さん、あ、大野さん着火。ナンバーワン、ナンバーワン。ソロキャンプを始めようと思ってる日本全国の女性たち。大野がお手伝い。なんで女性限定なんだよ。焚き火で温まりながら話はシーズンの振り返りへ。誰のせいでしょうね。柳さん今季11勝おめでとうございます。素晴らしい、はい、ありがとうございます。勝った日とかっていうのはどういう過ごし方するんですか？はい、いや気持ちいいんで、やっぱり気持ちいい自分をエゴサーチしてさらに気持ちよくなっちゃってます。師匠と一緒じゃないですか、エゴサーチして。俺もめちゃくちゃエゴするからね。どういうのがつぶやかれてるんですか？いやまあイケメンとか。絶対嘘でしょ。イケメンっていうのはごめん、俺が言うのもあれだけど、そんなない。立浪三ヶ条、茶髪、長髪、ヒゲ禁止のドラゴンズですが、監督就任された時に、うん、ヒゲ、茶髪、うん、長髪、ね、ダメって言ってましたよね。ダメだって言ってた。見てください今。いいの？生えてますよね。うん、監督生えてますよ祖父江。どうしましょうかこれ。さらに2年ぶりに名物ビートボールボーイも復活。ビートボール。寝ずに覚えてきたという渾身のギャグが見られるのはこの後深夜放送の井戸田スポーツドラゴンズ祭りだけ。お見逃しなく。